ポータル。皆さんこんばんは、ポーキーです。今回はね、ポータルという超名作ゲームをやっていこうと思います。このゲーム実はね、僕ねプレイしてなかったんですよ。もういろんなゲームに影響を与えたとされているスチームの超名作やってないんだよね、実は。もうね、これをやらなかったらもう人生損してると思うんだよね。なので僕は今損してる状態なんで、やっていきます。早速ニューゲーム。お、チャプター1からしかできないのか。うわ、チャプター4くらいから始めたかったけどな。まあいっか、やってきます。どんなゲームなのかあんまり分かっていない。お、いた、生まれた。どこだここは。結構未来的な場所だね。おー、なんだ。怪しい、怪しいとこで寝てたな、これ。コールドスリープ的な話。寝心地悪そうなマットレス。それにしても丸いトイレ。そして、なんかこれ、あ、持てる。リラックスルームなんだここ。うわ、ちょっと、なにこれ、なにこれ。重大な事故が発生する可能性がある。やべ、安全のため必要ないものは触れるな。めっちゃ触れた。やばい。なんだ、ポータルが開きます。ここ、おお、そうなんですよ皆さん、これがポータルのポータル。あ、自分が映ってる。あれ俺なの。女性なんだね、主人公。あ、でもなんか足にもなんかつけてんね。へえ、で入ります。さあ、このポータルに入るとこの青から出てくるんだよね。それがポータル。そう、オレンジで入って青から出る、それがポータル。さあやってくか。俺はそれだけしか知らない、このゲームを。なんかでも見られてんだよな、監視カメラみたいなのに。おい、なんかあるなら直接言いに来いよ。そんな監視カメラで監視してないで、本当に。どうも。はい、何ですか。ボタンを押すと開く。なるほどね。掴むことはできるのかこれ。あ、持てた持てた。はい、これを置く。あ、待てよ、これをこの上に、あ、待てよ、この上に置く。 OK。 お、素晴らしい。テストクリアしたら移動シェルターに入ってください。今のがテスト？笑わせんなよ。めちゃめちゃ難しかったわ今のテスト。ごめん、難しいこと言わないで、何もわからん。すげえ難しいこと言われた。とにかくなんかテストをどんどんクリアしていくゲームで合ってんのかな。開いた。こっちか。でもなんか怖い空間だね、01。ああ、19分の1って書いてあるね。テストは19個あんのか。ほう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 。スーパーボタンの上に置いてください。あのブロックを多分あのボタンの上に置いたらクリアみたいな話かな。とりあえず入ってみて、取る。あ、なくなった。けどまた開くのか。開け、開け、ごま。あれ、開かない。え、積んだ。あ、いた。で、これ入る。で、次またできるから、あった、ボタンのところに置くだけ。めっちゃ簡単。できた。あ、やべ、ボタンに長時間関わることがこのテストの目的ではない。そんな分かってるわ。ちょっとこれ、でもなんかどんどん移動していくんだね。で、次は扉が開いてるところで、ここか、ここで入ると。面白い。わー、自分がいる。あれ。すぐ消えちゃう。見たい、もうちょっと自分見たいけどな。あー、もういいや、別に。どうせいっぱい見られるでしょ今後。てかまあ別に見たくねえし自分。最後、どんどんこのエレベーターで行くのか。わー、面白いね。ちょっと頭使う系なんだろうねポータル。俺にぴったりのゲームだな。天才の俺に、天才の俺にぴったりのゲーム。ここ結構声出しても良さそうになってんだよ。お、ロード入った。これなんか防音のさ、俺の部屋の壁にも貼ってるけど防音のやつだもんねこれ。結構大声出してもいいのかもね。なんだ、
その調子、歩いてるだけなんだよ、うん、あれ有名なポータルガンだ。まれに歯の詰め物や歯のエナメル質が歯が損傷することがある。歯損傷したらもうゲーム実況としては致命的なんだけど、おい皆さんこんばんはみたいな、歯が溶けちゃいましたみたいになっちゃうから、これそれだけは避けたいけどね、ゲーム実況者として。うわー気持ち悪い階段、さあ行こっかってか。これ時間待たなきゃいけないんだろ。あかねー、全然あかねー。なんだこれ、取れるか、取れない、全然開かないんだけど、え全然開かない。あなんだ、あ開いた、え待って入れない、入るね、ここは開かない。あついにポータルガン取れんじゃね、きたー、これで自由にポータル開けれるんだよね、こうやってほら、おお、自分だけのポータルを作り出せる。はあ、装置の作動部には触れないで。装置を液体につけないで、水に弱いんだね。え、なんだ、最も重要なこと教えてくれ。まあこの装置の使い方俺わかるんだよな、家にあるから。これは別に簡単だよ。はい、えこっち入るんだよね、はい簡単。さあここでも開けれんのか、あここ開けれねえんだこの防音装置のとこで開けれねえんだポータル。へえ面白いな、このねポータルガン、これいろんなゲームで出てきたりするんだよね、ネタとして。これを見たことある人多いと思う。ここは開くけど、あそっか2個つけると、あ違う、ここ開く、溝には注意してください。これさオレンジも自分で開けれるかと思ったけど、まだ開けれないのか。あオレンジはもう勝手に開いてんだな。溝があるからここを開けると向こうに出るわけよ。不思議だよね頭おかしくなってくるよね。で向こうに行きたいからあっちに開けといたら、オレンジから入ったら青で出てきてここに来ると。素晴らしい娘を職場に連れてくる日に娘さんにテストを受けさせてあげて、そんな日があるのね。この青い光綺麗だな、シャワー浴びてるみたいだな、なんか演出的にいいな。お、なんだまたロード入った。お、BGM が静かになった。めっちゃカメラが見てきてんだよな。テストチェンバー4、とても順調そうだね。でもこれまだこの要素しかやってないけど、いろんな要素が加わってくんだ、結構難しそうだぞ。これは、はいはい、あ押すと開く、あーあれを持ってくるパターンだね、はいはい、下に落ちたと。これさでもさ、ここに開けといて、でもう一個ここに開けるわけじゃん、違うか、え待って、これもう一個、あやっぱ、あーここ確定でここなんか、じゃあまあここ開けると落ちるんじゃない。まあこれ俺落ちちゃっていいか、そうか俺落ちてこれを持って入れる、そしたらそうなる。で俺もこう、おおおお気持ち悪い、うわー気持ち悪い、やばい無限入るかと思った今、気持ち悪いねこれ、おかしくなるね感覚が。でもこれをここに置く、よーし今回も素晴らしい出来です、ありがとう。次のテストはモニターされません。次はもう独立、まだ早くない、俺まだ何も分かんないよ、結構難しかったりすんのかな、もうここら辺から。でも結構順調な気がするけどな、そんなことないのかな。最高、すぐ開けちゃった。5、もう5まで来たぞ、19分の5。あーそこに開く、一回上登ってみる、あー一回登ってみるか、でだあそこに開けてみて、うんここから出てこれ取る、で1個でまずとりあえず押すでしょ、これ2箇所押さなきゃいけないわけだから、あと1個は、あーめっちゃ簡単だね、あーオッケーナイス、で俺も行くと、おーでこれで押すと完璧じゃん、余裕じゃん、
余裕じゃないですか。全くの嘘かい。ロボットが嘘つくな。怖いわ。あ、気になる。As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth. 真実を誇張するのを停止します。え、怖っ。怖いってなんだ、真実を誇張するのを停止しますって。とりあえずこれ開けることによって上から出れると。いる。俺がいる。いやもうどうなってんだよ、向こうでは。これすごいよな。おい、一瞬飛ぶぞ。なんだ、おかしいだろ、脚力やばすぎるだろ。降りる。ああ、落ちた。はいはいはい。さあ次行こっか。順調すぎてビビってんじゃないかな、ロボットも。最高。おいおい、ちょっと今食い気味にエレベーター動き出したな。危ねえって。ちゃんと待ってくれよ。いやーでもそんな簡単じゃないだろうからな、このゲームを。頭を使うときは来る、来そう。なんだこれ。ブロック崩しみたいなのが行われてんな。目で追ってしまう。気をつけてください。何ですか一体この装置は。わあ、とりあえず開けてみるか。はい。そしたら上から落ちてくる。左から入ってくる。落ちてくる。あー、めっちゃ簡単だった。うん、怖いって。その別音声入んの怖いわ。でもあるよね、こういうの。電話の自動応答とかであるよね、こういうの。あれちょっと怖いよね。途中で声変わるやつ。さあ、次行こっか。いやー、このエレベーターも不思議だな。あ、なんか一応映ってる。一応映ってる、なんかちょっと。どんだけ高い建物なんだ。それとも下に置いてんのか。音声警告装置が必要。これ、とりあえず跳ね返ってるわけで。とりあえずオレンジどこにある。あ、ここに入れなきゃいけない。あ、めっちゃ簡単じゃん。ここにやっとくだけでいいじゃん。したら下から出てきて上に上がる。めっちゃ簡単なんですけど。おお、なんだこれ。移動シェルターに進んでください。はあ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 、分かった。とりあえず、え、ここはつけれないのか。上は、あー、この上か。この上、白いとこしか無理なんだ。で、タイミングよく、来い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 、ここで落ちると。はい、完璧。なるほどね。おもろいね、これね。すげえ装置。未来なんか過去なんかいまいちわかんないな、でも。ちょっとなんかでも、昔も感じるな。なんだろう、この、なんか昭和時代に思い描いた未来みたいな感じする。間違ってないのかもしれない、あながち。結構まあ昔のゲームではあるだろうから。でも順調すぎる。あ、ロード。さあ、もう何番まで来た。8番まで来た。失敗するとペナルティが課される。チェンバーの床に接触すると死後、公式テスト記録に好ましくないと記録が残る。なんだこれ。なにこの絵、これ絵の具。一番汚い時じゃん、絵の具のあのバケツが。とりあえずちょっと待って、出してみる。で、出てくる。でもめっちゃ簡単じゃない？あれ、外した。なんでこれ外れてんだ？これオレンジ確定。これ確定じゃないのか。わかった。待って、どうなった？消えた。待てよ。あれ行くでしょ？行ってから、出てくる。出てきたらここにやる。どうよ。で、はい、これ無限ループ来た。で、あいつに当てなきゃいけないわけだから、待てよ。入ったら、え？待って、わかった。出たら、ここにする。で、それが入って、あれ、帰って、あ、でもいいんじゃね？結果的に。OK、結果的に。OK、あれ？もうちょっと奥？これ。入れ。惜しい！うん？あ、全然奥じゃん。全然奥だったわ。なんだこれ、手前に見えてた俺だけ。この、これのせいで。なんだこれ。いや、一回戻さして、ちょっと待って、だいぶ奥だから、あそこか。あのオレンジがもしかしてヒントだったのか。なんだ、それ言ってよ先に。
まあ俺が悪いな今のは。んで、んでまずここに出す、でここへ行く、でですよ、あれが動いてるわけだからここに打つか。よし、で来たら乗ると。遠近感覚わかんなくて詰むことありそうだな今後も。でも多分ちゃんとヒントはあるから、オレンジのところ、そういうのちゃんと見ていこう。おい大丈夫かこれ、ガスバーナーみたいな感じじゃないかこれ、危ないないか。あぶねえ、ああいうの俺好奇心もうすごいから触れちゃうからな、よく。ああいう危ないところ、素晴らしい。危険に思えることもあなたに経験を積んでもらうための単なる仕掛けにすぎません。死ぬて、人が死ぬ仕掛けはもう試験でも何でもないからな。さあ次行こう、順調すぎる。おお、ロード入った。なんだ、またボタン押す系か。9番、次のテストを行うことはできません。え、解決の努力をしないでください。どういうことだ。え、まあ、ボタンとりあえず押さなきゃいけない系だね。え、めっちゃ簡単じゃない。めっちゃ簡単なんだけど、なんで怖いんだけど逆に、めっちゃ簡単で。え、消えた。あー、なるほど、ここを越えようとすると消えてしまうと。故障って言ってる、なんか怪しいな。なんで生かそうとしないんだ、そういう作戦か。とりあえずこれ行ってみるか。で、あの上に出るでしょ、だから何って感じなんだけどね正直。いやいや、とりあえず行ってみるか一回。はい、でここに来た。あ、わかった。ここだ。こうだ。はい、素晴らしい。完璧。素晴らしいです。あなたは極めて悲観的な状況でも決意と才能を発揮しました。だろ？才能の塊です、どうも。もうエレベーターが後から来るパターンあるんだな。よーし。予想してなかったんじゃないか、まさかここクリアするなんて。いいね。なんだ、急にエレベーターかなんか、エレベーターらしくなったな。てかなんかこのエレベーター今までと違うくね、そんなことない、一緒か、一緒か、さすがに一緒か。さあ次行こう。 Hello again. To reiterate, 再度警告します。この、なんだ、バグってきてる。10番、テストをクリアさせたくない勢力がありそうだなこれは。待てよ、とりあえずこれ階段、これは登れないよね自力では。頑張れば登れるんだけどね普通だったら。でもまあジャンプしちゃえば余裕と。 OK、 素晴らしいね。でなんだこの BGM。 わー、なんか下もあんのか。あのとこには置けるけど、わー、オレンジここにあんだ。あー、わかった、ここにやって一気に行くとか。ほらね。なるほど。勢いよく落ちるとその分勢いよく出てくると。なるほどね、おもろいねこの仕掛け。で次はなんだ。お、なんだ、動いた。おー、動いたな。まさか入り口があんのか下に。はい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 、一緒のことだね。ここに作っておくと、もうちょっと上の方が良かったかな。まあ一回行ってみるか。一気に行けると。あー、でもここか。もう一個上に上がりたいもんね。あ、いや、あ、2回やれってことか。ごめん、全然聞いてなかった。こっからもう一回行くと。見せんなよ。けーい、おお、今の横スクリュー見た、すごかったぞ今の。さあ順調すぎるね。面白い、ポータル面白い。これは神ゲーって言われるわ。このゲーム一周やってたいもん、リアルでもやりたいもんな。こういうアトラクション施設できたらすごいぞ。まあこの技術はないけどな。安全なテスト環境。11番、なんだ、このフロアに接触すると死亡してしまう。フロアには触れないでください。あ、だからまあ下のあれのことだよね。何の音だ、さっきから。なんだ、とりあえず行くか。はい。で、あそこで変えてんだ、場所。危ねえ、あっち出てたら死んでたな。押してみよう、ボタンを。はあ。一回入ってみる。いや、入っちゃダメだな、これ。
待てよ。これ何したらいいんだ一体。おぉ、すごいことになった。そっちに行くんだ。待てよ。これ、あそこに電源入れなきゃいけないわけで、とりあえずあそこの中入るべきだね。一旦。ここつけといて、あそこ開けてくれる？開いた。あ、でもこれ行ったらダメか。なにこれどうなってんの？中入ってる？あ、なんだこれ。あの中に入りたいんだけどな、俺は。あのいっぱい出てるところに。あそこにどうやって入れんだ？こっちから回ってけんのかな？いや、ないもんね。あーそこねの入り方がいまいち分かっていない俺し。あ、ここか。あー時間差。あ、でもいいんだ。これで、あのポータルをこっちに開けてくれたあの中から、あそこの場所に行けんのかな、さては。あ、行けた。ありがてえ。あー、で、これ持ってかなきゃいけないと。このブロック崩しをどうにかして持っていくと。とりあえず、開けてみるか。タイミングよく行ってくれる？場所をちゃんと見なきゃいけないね。あれの真逆だから、まあ、でもタイミングよく行ったらいけそう。やべ、いて！え？死んだ！ちょっと待って。死んじゃった今。なんで死んだんだ今。レーザー当たったのか？あ、いた、でも。うまいこと。電気入った！しゃあ、素晴らしい。んで、一旦帰らなきゃいけないな、俺は。あれが動き出したのはオッケーで、とりあえずここにつけてみて。ありがてえ。で、ここを出る。んで、ここに開けといて、完璧じゃない？ここに乗ると。オッケー。で、あれ避けなきゃいけないんじゃない？次は？そこに開く。これ取ればいいのかな、この装置を。ついた。取れる？取れた！あ、2つのポータル。あ、オレンジもできるようになった。面白い事実をお伝えします。なんだ？全人口の合計収入以上に高価なもの。この装置？言い過ぎだろ、さすがに。とりあえずここに開けといて、で、ちょっと待って、あ、わかった。こうやってここに開けとくと。オッケー。で、次青に入ればあの中に行けると。わー、おもろいけど難しいなこれは。これはちょっと難易度が爆上がりですね。自分で指定できるってだけで。今までオレンジはもう決まってたからさ、あそこに行くためにはみたいなの結構簡単だったけど、これ危ねえ、落ちるな。危ねえ、こんなところで死んでたくない。それにしてもやべえ液体だな。何なんだろう一体。最高か。 BGM がかっこいいね。さあ、俺はこの最強の装置を使ってこのパズルを解きまくってやるぜ。さあ行くぞ。せーの、ほい。オッケー。開く？開かない。どこだ？こっちか。なんだあの出口、あの出口みたいなのは。あれ何なんだろう一体。まあいいや、行こう。オレンジも無理か。オレンジも無理か。あー、綺麗。花火みたい。音も花火みたいだな、なんか。いいな。さあ、行こう、次。こっから難易度爆上がりなんだろうな。よーし。12番。うん。でも12番まで来て、あ、4つかでも。おい、ノイズすごいな。おい、ノイズの方が多いぞ、フリングより。フリングよりノイズが多かったぞ、今。降ります、ゆっくり。なんだ？え？あ、上なんかあるな。はいはいはい。一個つけといて、ちょっと行ってみようか。せーの。あ、なんだ？何が起きた？あ、違うな。あそこの上にいるから、こっからまた降りるんだな。で、勢いよく行くんだ。行きまーす。行け！オッケー。あー、で、次ここに打って、もう一回、同じことをやる。行くぞー。うら！来たー。はいはいはい、ボタンがあると。もうこのボタンは、お、なんだあれ。離すと？あ？バツになった。開いてる。あのブロックを使って、ここのボタンを押すことによってパターンだろうけど。お、なんだこれ。はい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 。これ非常に面白いね。青を使うか、じゃあ。開いた。で、これ落ちるんじゃない？あー、さっきの星からでいいのかな。足りる？いけ！
いけた？いけた！素晴らしい。いまいちどうやってどういう動きしてんのか俺には分かんないけど、とりあえずこうやって上行けたらしい。でだ、もう一回同じことやるだけ。さあ行くぞ。これどんなに高いとこから落ちても死ねはしないのかな。せいー何せいーって。どうしたロボット、ぶっ壊れてんな。あまりに俺が溶けるからぶっ壊れてんのか。やっぱロボットの計算能力を上回ったってことだよね。せいーしか言えてないもん。せいーって、どういうことなんだろう一体。なんか意味あんのかな。せい、まあ生きろって意味かな。お前はもっと生きろみたいな。13番、だいぶ来たね。あ、次のテストは非常に長い時間かかるかもしれない。ああ、喉が渇いてめまいを感じるなら気絶しても構いませんよ。クリアさせたくなさそうな発言ばっかしてるねさっきから。おいすごいな。とりあえずこれ開いた。でもう一回入るあの赤い服が可愛いな。さあここなんか難しそうだね。確かに、またそのパターンか。どこにこれ、あ、その下か。まあとりあえず、とりあえず簡単だね。上から落としてこようか。電源入れよう、まず。これ多分第一関門でしょ、電源入れんのが。で、あそこに打つ。で、ここら辺に打っとくか。で、ちょうどいい位置で落ちると。で、あのブロックを使ってそこに置くとかでいいのかな。一回まあとりあえず乗ってみる。うわこれ怖っ。そしてブロック落としとこう。で、この上から考えてみる。やっぱこういうのって物事上から考えた方がいいもんね。まあ別に考えなくていいな、上から。よし、とりあえずこのブロックで置いてみます。そしたら何が起きるのか。これ俺自分も降りた。これが、はい、素晴らしい。で、あっちにもあんのか。じゃあブロックもう一個あんの、どっかに。2箇所あんだね。あー、もう一個のブロック見当たんねえけど。あの中とかにないよな別に。これ俺が押してもいいのかな。自分押してみる一回。自分が押すだけでも開く可能性あるか。開いたけど、あーダメだよね。ブロックがもう一個あると。はあ、なるほど、面白い。どこにブロックがあるか分かりませんもん、全く。ええ、なんだ、ブロック、時間的にそこから飛ぶのは無理だもんな。ちゃんと開けた状態じゃないと無理だもん。ブロックが足りねえあれ、これブロック足りないけど、これミスなんじゃないですか。なんかあの番号なんだろう、1と2、左を先にやれ的な話。1と2っていうのは、ブロック足りないんだけどな。扉の先になんかあるとかか。あー、そういうこと、こういうことなんじゃないこれ。結果的に OK だもんね。あ、いけた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 そういうことか。別にそっか、ブロック2個いらないのか。テストが終了すればあなたは行方不明となってしまいます。は？どういうことだ。なんか闇を見えてきたな、このロボットの声の。うわ、今の結構おもろいね。まあでも臨機応変に行けってことはね。順調なんじゃないか。さあ続いて、おっと、もう扉が見えてるな。14番、こういうのって意外と難しいんだよな。これ扉が見えてるんですね。わー、広っ。開くけど中も押せないしの。あなたは素晴らしい被験者です。ありがとうね、褒めてくれて。全然嬉しくないけど。なんだこれ、怪しいから俺は使わねえよ、そんな階段怪しいもんだって。ここまた電源入れなきゃいけないパターンか。電源装置、あとあのブロックも必要そう。あれ、上を、上を、いや多分割れてるな。あれを回収する方法がわからないね、まだ今のところ。うん、はあ、はあ、おっと、さあ難易度上がってまいりましたよ絶対。これ上には
置けないもんね。あれ無理だよね。待てよ、とりあえずこっち行ったらまあゴールなわけだから、あれ最終目標なんか。あのブロック絶対必要だね。ブロックを取る方法が一番最初だね、やるべきことの。でどうにかして こういうとこ詰まったりしないよな。どうにかしてブロックを取ってあそこに電源を入れると。さあどうやってブロック取りましょう。あ、ここか、ここだな。ここに向かって落ちるんだな俺が。行くぜ。届かなかった、最悪。もう一回、一回落ちるか。もう一回やろう。もうちょっと手前に行きまーす。はーい、完璧。来たー、これが欲しかったんだよね。ありがとう、階段。気が利く階段だね、素敵だね。僕魔法の絨毯、アラジンの魔法の絨毯が階段を作るシーン好きなんだよね。あのアラジンたちが乗りやすいように、あのホールニューワールドが流れるシーンで、あのシーン好きなんだよ。階段作んの、え、階段作れんのあの絨毯みたいな。はいはいはい、なんだこれ、それの意味は何。てか普通にショートカットできるけどさ、しちゃっていいものなのか。一回してみるか、こんなん行く必要ないもんな。え、めっ、あー、でも帰りはどっちみち行け。ちょマジかー、走れねえのか。え、なに、生きてる、まだ、え、まだ生きてんだけど。あ、ダメだ。あー、こっからか。これ走れないの、このゲーム走れないわ、みんな。あ、でもジャンプするとちょっと早く歩ける。まあ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 、どっちみち自力では行かなきゃいけないと。行くよー、行くよー、行くよー、スピード勝負よー。はっ、真ん中落ちないからゆっくり。よし、まあまあまあ、別にゆっくり待てば全然問題ないですね。これでも間違えたら終わるな。あ、いてー、これ当たっちゃダメなんか。いや嘘、致命傷を負ったんだけど今ので。あ、そういうことだったのね、さっきから。ドッジボール理論ね。なんだドッジボール理論って。とりあえず出るで押す。今回はオレンジでいくか。よし、いくぞ。でもこれさ、待って、いや、よく考えたらさ、オレンジは別に変えてもいいわけじゃん。だから当たんないようにいけばいいじゃん。めっちゃ簡単じゃん。いでーん、何か落ちた。怖い、事故のように行こう。 OK で、え、待って、青だね、青の方を持っていくと。素晴らしい。あー、だからここ階段あったのね。これ階段ないと無理だもんね、だって。よっしゃー、完璧。素晴らしい。勝者用のエレベーター。どうも、勝者です。どうも、ウィナーです。あ、ウィンナーじゃないよ、ウィナーね。素晴らしいね。まあでもまだまだ序の口なんだろうね、きっとこのゲーム。そんな簡単じゃないでしょう。まあもう結構難しいけどな、個人的に。さっきた15番。え、でもあと4つ。なんだこれ。テスト終了後にはケーキをお出しします。やった、ケーキ。あそこ打ちそうだね。んでもこれ上越えても、上越えそうだけど、なんか荷物とか持って越えれないみたいな話か。え、一回さ、これさ、つけてさ、ほら、はい、素晴らしい2回通れば加速すんだね、面白い。なんだこれ、雪降ってるみたいで綺麗だね。とりあえずここにつけとくか。あ、消えんのか、これ超えたら。めちゃめちゃ難しいじゃんそれ。これってこっから撃てんの。撃てないもんね。あー、なかなか難しいね。ギリ入るとか無理だよな。ということはですよ、いや、そんなこれ深く考えなくていいんだよ、きっと。めっちゃ簡単なことなんだろうけど、頭があまりにも硬くて。
はあ。わい。待てよ。出たらダメなんだもんね、中で。え、それ無理じゃない？出たらダメなら無理じゃない？いや、待て、反射を使うのか。反射を使うのか。違う、オレンジ。こっちへ出す。うん、そういう動きする。反射を使え、反射を。で、歯を消す。で、わかった、オレンジで、こっち青だ。で、入れる。はい、来た。で、待てよ。え、これむず。オレンジ出す。あ、違う、中でだ、中で、中で。あー、消えちゃうの。いや、でもいい、勝ったじゃん、もうこれで。こうじゃん。はい、簡単。素晴らしい。なるほどね。面白い。ここ面白かったな。最初意味わかんなかったけど、まあそう、反射を使えばね、できると。まだやらせる、まだやらせる、反射。すげえ空間。なんだこれ、階段登れる。ここ登って、ん、なんだこれ、え、加速装置かな、これ。この若干の、一応開けとくか。加速装置な感じはするよね。ああ、そういうことか。え、でもこれさ、絶対距離的にさ届かないよね。どうやって越えんだ？ここだな。いや、でもだ、あ、いや、そうだね。ここに入って、あー、もうちょっと前まで行きたい。いや、でも届かないな。とは？なんだこれ。あー、さっきと同じ要領的な話。こことさ、ここにつけたらどうなんだこれ、てか。うわーあすげえ、無限回路だ。これうまいことやったらもっと加速しそうだな。ちょっとこれおもろいからやろう。あー、ちょっと待って。あーこれでいいんじゃね。きたーはえー、すげえ。いや、こんなこと遊んでる場合じゃないの。あ、なんだこれ、あ、なんだこれ、あ、なんだこれ、ゆりかごみたいになってる。ちょ、待てよ。わかったかも。わかったかもしれない。もしかしたら。待てよ。多分、連続でやんだな、これ。青打っとく。で、オレンジ打つまでは合ってて、こうやって入る。で、青打つ。あー、もう一回か。で、もう一回打つんだな。青二回打つのかな。あー、またゆりかごになってる。恐怖のゆりかごになってる。落ちて、オレンジ。きたー、いけたー。はいはい、まあ2回使うってことね。さあ、次だ。あー、なんか変な、また。で、こっち入れなきゃいけないと。でも、これ越えれないわけでしょ。ん、なんだこれ。出口があんの？ここに。動かないか。なるほど。これ作動させなきゃいけないと。あ、はい、あれだな、絶対。あれつけて、多分また同じことするんだろうね。降りてきたところに。ここら辺か？あー、もうちょっとこっち。来た。来た！はい、加速していく。で、ここつけて、入るわけでしょ？でも結局帰れないから、一回ここつけてみる？もう意味ないと思うけど、あんまり。まあ、でも戻んのか。待てよ。ここで跳ね返らせればいいわけだから。ああ、わかった。めっちゃ簡単じゃん。入る。青入ったら、あ、待てよ。青入ったら、これオレンジ取ればいいだけだよね。でもどうか、どういう跳ね返すんだろう。あ、来た！行った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 。よーし！来ました。んで、これどうやって戻んだろうっていう話よね。ここにつけて、また同じことをやんのかな。入った場所に。あー、ちょっと、ここ。はい、加速。来たー、帰ってきたー。あー、できたー。ちょっと難しかった、ここ。で、最初のあそこがよくわかんなかったね。2回加速っていうのを使うんだね。これさー、俺はわかってるけどさ、これさ、プレイしてない人からしたら意味不明になってんじゃないかな、今。
ちょっと僕が楽しんでるところを見てください。あ、待って、これやばい。ん？なにこれ、なんか入っちゃうんだけど。あ、もう一個くん。あ、なにこれ、回転寿司システムだ。ってことはこれ待った方がいいな、くんの。うん、待って、これ難しくね。え、これ難しくね。ちょっと待って、これ乗って、いや、これむず。ついた？ついたかな？ついてた！しゃあ、新しいとこ来た。何これ、会社の名前書いてあるんだよね。すごいね。何ですかこの装置は一体。でも動いたりすんだね。上なんか行ける？これ出す装置押してみるか一回。あ、何が開いた？ん？何のカウントだこれ。開いてる？あそこ開いてるのか。あ、でも2枚あんだ。あ、奥にもあるからか。あー、でもちょっと待ってよ。え、あれ置けないの？あ、窓ガラスあんの。あ、いや、開けた。ちょっと待ってよ。じゃあ、多分2個とも押して、ちょっと待って、2個とも押したら開く。開いたら、すぐ、そっちと、そこに置く。はい、いける。いくよー。で、OK。で、そっちと、ここ。開いてるもんね、今。いけー！はい、素晴らしい！地震向上基金に臓器を提供できる。なんだそれは。地震向上基金って素晴らしいじゃないか。ここか。うわ、これ面白かったな、ここ。うわ、でも難しかった。もう結構難しいんだけど、俺的に。結構難易度いい感じ。これ以上上げないで。頼むから。頼むから、これ以上上げないでくれるかな。ん？動いてなくね？あ、動いた。エレベーター動いてないときに絶望感やばいな。さあ、次の回。早くパズル出す、出せ！もっとやりてんだ。お。何番だ？出ない、もう。え？定期メンテナンス。やっぱあんまプレイさせたくないんだな。実弾射撃コース。16番。うわ、なんだこれ。起動中。あ、なんだ、なんかめっちゃ撃たれてない俺。なんだなんだなんだ。はぁ、これ見られたら死ぬんだ。オーマイガーですよこれ。倒れんだ倒れんだ。やばいやばいやばい。あ、エラー起きた。え、かわいい。でもちょっとちょっとかわいい。倒れるんだ。倒したら勝ちなんだ。行こうか、とりあえず。はいはいはい、いるんだね。待てよ。でもこれとりあえず見つかっちゃダメだから、ちって。あ、いるね。やばい、やばい、いて。おい、お前後ろ回り込んだぜ、俺の勝ちだ。さあ、見やがれ。よし。致命的なエラーだろうな。いる。やばい。あぶね。いや、もう撃たれてるってだいぶ。だいぶ痛いけど、主人公何者なんだこいつ。痛いじゃないだろ。俺の方が痛いわ、ちょっと。1、やば。これ主人公の血？やばいでしょ。もう出血多量で死ぬでしょ、絶対。なんだこの×マーク。これ何？あ、あ、やばい、びっくりした。なんか引っかかってんだ、これ。うん。あ、怖いね。でもガラスがある限り大丈夫だ。なにこれ、何？あ、なんか下行ける？なんだここ、裏側。裏側来た。うわ、なんかこの感じあれみたいだな。あの、なんだっけ。なんかあったんだよ、あの目の錯覚で変わるゲーム。裏側に行けるゲーム、生放送でやったんだけどさ。なんてゲームだったっけ、あのゲーム。あのゲーム似てんの。んで、これ何、どうしたいんだ。ん、一体何をしたらいいって言うんだ。真っ暗で何も見えない。まあ、とりあえず行こっか。どうにかして先に。やばい、痛すぎ。これ落ちたら死ぬもんな。あっちにもいるから。あ、見られた、やばい。
ターゲット見失いました。かわいい。わかった。これ投げて、これ投げて壊すとか。ブロックで。いけ。あーやべ。意味ね。あ、でもブロックの上乗ればいいんじゃねこれ。当たんないんじゃねほい。やばい死ぬやばい死ぬ危ねえこいつ。あ、来た来た来た、やばい。これブロックあったらもしかしてやられない。あーすげえ、ブロック最強じゃない。おい、弾がなくなるまで撃ち続けろ、ロボット野郎。やばいかも、やばいかも。大丈夫か。はい、やばい、やばすぎる。これ合ってんのかな、ご利用しかな。関係ねえ関係ねえ、意味ないよ。うれ、よし、こうした。あと1個ラストか。おい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 、所詮ロボットだったか。あ、これまたあの目覚まし時計だ、最初にあった。ここにも誰かいたのか。何これ、あ、この装置何これ。あー、ブロックを生み出す装置か。待てよ、あと3台。これでもブロックでは無理なのかな、もう限界なのかな。やばい、待てよ、上からブロック当てるとか無理かな。あっち、待てよ、ここって危ないのかな。でも両方とも右見てるから、いや、わかった。ここに撃っとく。あ、それは無理か、すぐ撃っとく。やばい、死ぬかも。うわー、待て、あー、ダメか。そのご利用しはきついか。ターゲット見失いました。死んだんだよ、ターゲット死んだんです、悲しいことに。これどんどん運んでいく方式は強いんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだ。よし、ちょっとずつ運んでいこう、このブロックを。ブロック作戦だ、ブロック作戦。うん、いいよ。で、これ持てない。あ、いや、持てるか。全ブロック持てるか。最上、いいてー、はい、よーし、よーし。これ強すんだ。じゃあもう勝てんじゃん、絶対。勝った、絶対勝った、絶対勝った。あのブロック当てる作戦に通用するなら勝てるわ。探索中だって、いてー、それやべー。いけ、よし、倒した、倒した。あとは君だけだよ。おい、お前はもう終わって、ターゲット見失っちゃったの。かわいい、こいつかわいいな、かわいい、声かわいいね、君。卵みたいだね。でも終わりだよ、もう。オッケーで終わりと。え、え、あれ、何これ。わあ、バグってなだけか。あ、撃たれんだけど、あれ、ちょっと待って。あ、でも網開く。おい、お前まだいたのか。下ろして、はい、高い高い、かわいい、こいつ。あ、やべやべやべ、あ、やべやべ、危ねえ。それ倒そう。で、ここに、こっち行くか、一回。こいつも倒そうか。おい、あー、一緒に行こう。あ、無理だ。わー。うんうんうん。すげー喋ってんな。順調。今の殺人ロボットおもろかったな、なんか。すげえ面白かった。殺人ロボット面白かったと言ったらめちゃめちゃサイコパスに聞こえんね。ああ、17番。なんだ、コンパニオンキューブ。いて、いや、いた、頭ぶち当たったんだけど、キューブ。あ、なんでこれ、ハートのキューブ。何これ、ハートの、ハートのキューブ。キューブというか、ブロック。とりあえず持ってく？これハート。
え、ここ撃てるとこないんだけど。ここだ、撃てる？撃てない、ね。え、あそこにつけたのはいいけど、これ撃てるとこないよ。あ、まずここに撃てる？撃てない。え？撃てるとこないんですけど。こことか無理だもんね。無理だね。撃てるとこないんだけど？ん？俺キューブ持ってかなくていいの？いや、でも俺も行けねえし。てか、普通に。あ、いや、乗るってこと？これもしかして。あ、そういうこと？あ、ああ、そういうことか。ちょっと深く考えすぎてた、俺が。このキューブの上乗れんのね。OK。で、何？あ、これ死ぬんじゃない？跳ね返すキューブ。ありがとう、助けてくれた、このキューブが。And hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. すげえ動きしてるけど、危な危な危な。よし、いけた。なんかとりあえずいけた。よくわからんけど、なんかいいっぽい。はい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 、またあそこに電気入れるパターンだな。これキューブ持ってった方がいいんじゃね。このキューブちゃんが俺の唯一の相棒ってわけか。なんかよくわからんけど、とりあえず開いた。でも何枚も壁がある感じかなっぽいね。取れないもんね。まあでもなんか電源いっぱい入れなきゃいけなさそうだから、とりあえずここら辺から片付けるか。キューブちゃん連れてくか、なんか必要そう。キューブちゃん、こっちかい？おっと、すごいね。あー、でもこれさ、反射であっち入れればいいのかな。いけ、よーし、一回入れたらいいんだもんね。素晴らしい。これが動き出しちゃう。あ、何これ、上に移動するだけ。あれ、何回もすんのかな。いや、でもこれ無理か。一回しか出ない、これ。一回しか出ないんだ。待てよ。お、こっちも行ける。あれ、何これ、違いがある。ロボットたちの闇深、誰かの手形もあるし、いけない。またこれ動かすんだろうけど、出てる場所ないんだよな。あと1個、これ上がっちゃったけど、上行く必要とかあんのかな。一回行ってみるか。キューブちゃん持っていこう、一応。やべえ、ここに来た意味は。あー、こっち行ける。新たな場所に行ける。さては。わあ、これキューブちゃん必要じゃん。キューブちゃんおいで、俺の唯一の相棒、ハートキューブちゃん。よし、可愛く見えてきたんだけど、なんか俺ハートキューブちゃん可愛く見えてきた。これはとりあえず、はいはい、こうやって行けばいい。そして死なない。前で何が起きるかはよくわかんないけど、俺は死なない。それそれだけでいい、その事実だけで。危ねえ、頭の上かすったぞ今。俺立たないよ絶対。なんか後ろから来る可能性あるのか。あ、やばい、キューブちゃん、キューブちゃん、危ねえ。あー、これどういうこと。あ、危ねえ危ねえ。あれ、こっから来た俺。あれ、俺こっから来たっけ。あー、そういうことか。やって戻るのか、危ねえ。これでまあとりあえず1個また作るね。そういうことか。はいはいはい。こっちでもよかったのかな。でもまあ、でもとりあえずあそこにオレンジ行くでしょ。でもなんか位置違うよな。あ、分かった、来た。はい、来た。はい、完璧。うん、こっちか。え、待て、これさ、3つ目のさ、あべ、キューブちゃん、待てよ、これ3つ目のさ、これどういうこと。この上なんかあんの、これ。あの、どこに入れればいいんだ、電源を。あ、なんかこれ、おお、やべ、死ぬこれ。間違えてた。そっちの上に出して、ここだ。で、絶対キューブちゃん持ってかなきゃいけないから、連れてく、キューブちゃんは。で、こっちへ飛びの。ああ、
あ、キューブちゃんが乗れたならそれでいい。一本でも青い線あんの。こっち？こっちの奥？いや、ある一個もしかして。まさか。あったえ、これ扉開けた先なんだけど。あー、なるほどね。開けといて、二人でキューブちゃんと一緒に協力して開けんだ。ははーん。まあ、でも出てくる、ちゃんと。弾。出てきてんのかな？まあいいや、結果的に。わからん。とりあえずキューブちゃんこっち。あ、いや、キューブちゃんに上任せなきゃ。キューブちゃん上を押してもらいの。で、あとは俺がこれを開けると。はい、道はできたぞ。完璧な道が。あとは君が出すだけよ、君が。電力を。さあ、出しな電力を。今なんで出さないねえ。ちょ、え、なんで出さないの。どうした、悲しいことあったか、なんか。話聞くぞ。話聞きに行こう。ん、あ、そっちが出てんだ。いや、まあでもいいや、別に一緒のことだもん、結局。待てよ、オレンジを奥につけると。オーケー、完璧。来ました。で、行く。さっきこっちから取っ、さっき奥から取ったと思ったけどね。俺間違えたのかな、電力を。で、これ気をつけて、マジで。来るから。マジ危ねえから。でも俺は開けとくだけで。うわぁ、痛い。何やってんだ、俺。うわぁ。死ぬほど痛え。あ、でもこれいいんじゃない。あ、いや、置けてない。キューブちゃんが置けてない。位置も変わってんだろうな、きっと。いやー、今の怖かったな、ちょっと。バッティングセンターでデッドボールした時の気分。今みたいな感じなんだろうね、きっと。バッティングセンターでのデッドボール一回もしたことないけど。気づいたらもう当たってるみたいなね。で、この、これは何この印。標的？的的な話？このゲームね、ジャンプした方が早い。ジャンプが走るみたいなもんだ、ほら。スキップ。常にスキップ。これ最強。で、痛い、子供。まず出てきたの一回確認しよう。よし。確認。で、跳ね返り確認。OK。で、しっかり押すの確認。で、これ真横を通るけど、え、これギリギリだった。大丈夫なのかな。あ、怖い。あー、大丈夫だった。え、ちょっと、え、あ、うん、大丈夫、え、おい、痛い、よし。よーし、あぶねー、終わったかと思った、今一瞬。ちょっとキューブちゃん、で、え、で、あれが上がることによってどうなんだ。まあよくわかんないけど、とりあえずキューブちゃん一緒に行こう。キューブちゃん行くよ。よし、キューブちゃん持って、とりあえずここら辺置いて、上落ちるでしょ。はい、で、こっち、こっち、やっぱこっちだよね。こっち行って。あ、来た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 、よっしゃー。あ、で、最後の活躍をすんだ。ありがとう、キューブちゃん。一緒に行けないのか、でも。ここで安楽死。え？え？安楽死？キューブちゃんを？え？ここに？え？なんでそんなこと言うの？ちょっと。先輩にはキューブの安楽死に当たっては。これをしたら？はあ！そんな！ターミネーターを感じる。そんな！やるしかないのか。行くぞ。
やるぞ俺は。重荷になるくらいなら火の中で死んだ方がいい。ごめんキューブちゃんありがとう。またね。おめでとうございます。ないだろう。とんでもねえテストだこれは。やべえ、キューブになんか俺感情移入してた今。どうした俺、ただのあれはブロックだぞ。いやでもハートがこっちを向いていたもんな。これが恋か。やべえ、最終段階に近づいてる。18万、ちょっといいとこなんだけど、今回のパートはここで終わろうかな。あなたは焼かれケーキ、なんだ、なんか言ってたな。とりあえずまだまだ続くっぽいから、これ多分19まで行っても続くんだよね、他にも。まだだから一旦ここで終わります。今回のパートはまた次回やりましょう。めっちゃおもろいポータル。じゃあ次回までポータルで行きましょう。どういうこと？